神、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の噂がこの人に現れるためである。私たちは私を司になった方の噂をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。シロアムの池にいて洗いなさい。手話で物乞いをしていた人ではないか。その人だ。いや違う、似てるだけだ。私がそうなのです。ではお前の目はどのようにして開いたのか。イエスという方が死をこねて私の目に乗り、シロアムにいて洗いなさいと言われました。そこでいて洗ったら見るようになったのです。その人はどこにいるのか。知りません。どうして見るようになったのか。あの方が私の目にこねた土を乗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではない。どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうか。目を開けてくれたということが一体お前はあの人をどう思うのか。あの方は預言者です。この人の両親を呼び出しなさい。この者はあなたたちの息子で、生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。これが私どもの息子で、生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だとしているのだ。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つしているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。
あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神を崇め、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見なかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神の元から来られたのでなければ、何もお力にならなかったはずです。お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか。あなたは人の子を信じるか。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。主よ、信じます。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。我々も見えないということか。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。